皆様お待たせいたしました。それではこれより、イノベーションスキルセット観光記念トークイベント名古屋金谷さんをゲストに迎えて始めさせていただきたいと思います。それでは皆様拍手でお迎えください。名古屋金谷さんです。こんばんは。今日はお集まりいただいてありがとうございます。あとピースオブケークの皆さん、今日会場素晴らしい感じを貸していただいてありがとうございます。今日はですね、夏孝之さんをお迎えしてトークイベントということで、僕自身もすごく楽しみにしてきました。今日、大体9時ぐらいまでだと思うんですけど、皆さんといろいろディスカッションできるのを楽しみにしています。よろしくお願いします。今日はですね、まず30分ぐらい本の内容について、簡単に、ご紹介を、しつつ、もう読んでいらっしゃる方もまだこれからって方もいらっしゃると思うんですが、ちょっとどんなことが書いてあるのかというのを少し、紹介する時間を、30分ぐらい取らせていただいて、ですね、8時ぐらいからそこの控室にですね、深津さんがいらっしゃるので、深津さんに、お招きして、今日は事前にかなりですね、たくさん質問をいただいているので、それをちょっと見ながら深津さんといろいろとお話をしていければと思っています。よろしくお願いします。このイノベーションスキルセットという本なんですが、タイトルがですね、まあ、世界が求める BTC 型人材とその敵っていうふうな、ことで書いてあるんですが、これちょっと前書きの文章でも少し書かせていただいたんですけれども、まあ、僕もそうですし深津君もそうなんですけれども、まあ、世界に新しいものをこう作っていきたいと思って仕事をしているんですが、まあ、しばらくですね、こう現場で仕事をしている中で、まあ、どういうことを学んでいけばそういう、こう新しいものを作れる人になるのかなとかですね、まあ、あとはどういう組織であれば、そういったことがやりやすくなるのかなっていうのを、まあ、ずっとその興味を持っていろんな人たちとこう話をしてくる中で、この B と T と C っていうことの、話、一つ到達してきています。で、特にですね、まあ、この本の中で大きく扱っているのはデザインの話ではあるんですけれども、これ読者の方々としてはまず最初の、読んでいただけると嬉しいなと思って、いるのはビジネス系の方々と、まあ、あとエンジニアリングとか、まあ、あとサイエンスとかをやっているような方々にぜひ読んでいただけたらなと思って筆を取りました。で、そんな中でですね、ちょっといくつか見ていこうと思うんですが、まずこれの章立てなんですけれども、全部で5章、で構成をされています。で、1章はですね、まずちょっとこの後も詳しく見ていきたいと思うんですが、なんでそもそもこんな本を書こうと思ったのか、その時代背景について、第四次産業革命っていうふうなキーワードが、まあ、大きくあるんですが、こちらの方を少し紐解いていきながら、まあ、これはいろんな捉え方があるんですけれども、一旦おさらいということで事例も交えながら書いたのが1章になります。で、2章ではですね、その、これはまあ産業革命ということなんですが、まあ、新しい物事がいっぱい起こる、まあ、時代、ということだと思うんですが、その時代の中で、今ですね、新しい物事を起こすようなタイプの人たちってどんなことなんだろうかということを、BTC という言葉を用いて書いています。 BTC っていうとこれ僕出版した直後にですね、ツイッターで働いてる知り合いからビットコイン人材みたいな感じでツッコミをもらったんですけど、まあ、そのツッコミはまあ、予想しながら、まあ、あえて BTC と呼んでます。ビットコイン人材じゃなくてビジネステクノロジークリエイティビティなんですが、それを持った人材ということで、2章、まあ、人材のイメージですねをまず、紹介をして、で、まあ、3番目がですね、まあ、ビジネスとテクノロジーっていうのは、まあ、比較的やってる人たちも世の中で多いですし、イメージがつく方も多いと思うんですけれども、C ですね、クリエイティビティ、これは一応その、まあ、デザインって言って TBD っていう人も実はいるんですけれども、まあ、あえてクリエイティビティ、クリエイティブとしているのは一つ理由がありまして、C はですね、まあ、カスタマーに向き合うためのスキルなんですけれども、ここにはですね、デザインとコミュニケーションと2つあると思っていまして、例えば広告系の
アドのクリエイターなんかは多分自分のことをデザイナーだとは思ってないんだと思うんですね、まあ、ちょっとあの広告系のアーティストだったり、そういうことをやる、クリエイティブディレクターだったりアートディレクターだったりっていうふうに思ってるはずで、で、こういったコミュニケーション系の話もすごくあのブランドとかを考えると大事になってくるので、これを除外しないようにしたいということで、あの、あえて C というふうに呼んでいます。で、今回はですね、あのブランド構築とかあのクリエイティブ、まあ、いわゆる広告クリエイティブの話はあまり本の中では、まあ、扱ってないんですけれども、残ってくるそのデザインのところで、じゃあこの BTC とデザインってどんなふうに捉えればいいのかということを、解きほぐしたのが参照になります。まああのビジネス系の方とそのテック系の方がどうやったらデザインを学んでいけるのかっていうのが今度はあの疑問で、起こってくると思うんですけど、まあ、目指すところはですね非常にこう複雑な話になっていくんですが、まあ、あのすぐ明日からやれるそのファーストステップっていうものを、ちょっと書いた方がいいよねっていう話にあの編集の方と話していってなりまして、それを書いたのがあの4章になっています。でこの4章はですねあのちょっと後で、また話せればかなと思ってるんですが、できるだけ、簡単、難しそうじゃないことを書いているんですが、ただあの本当 の, そのデザインのプロフェッショナルが、やってるようなこと、ものすごいこう高いところまで、同じ階段でこうエントリーからその究極まで行けるっていうようなタイプのものをトレーニングプログラム的に書いたのが4章になってます。で5章がですね、まあ、あの1、2、3、4で見ていく中で、まああの実際問題そういうタイプの人たちがどんなプロジェクトにどんな感じに取り組んでいるんだろうかということを書いたのがケーススタディとしてまとめたのが5章になります。で最後にですねあの CXO という言葉が終わりに変えてというところで出てくるんですが、あのこのビジネスとテクノロジーと、まあ、デザイン、まあ、クリエイティブですね、これを全部やれる人 の, あの最終的なそのキャリアのイメージが CXO、 これはチーフエクスペリエンスオフィサーと読んでるものなんですが、あのそういうことなのかなというふうに思ってまして、この終わりに変えての文章の中で、今日、ゲストであのお声掛けをした深津さんの名前を挙げさせていただいています。ということで今日ちょっとですねこの1から5章あの1から3ぐらいですかねあの紹介をした後に、この終わりに変えてでかえあのちょっと書いた内容を、深津さんと深掘っていけたらなというふうに思っています。でまずですね、最初の第4次産業革命って何だっけってことなんですけれども、これあの下、これ本の中でもこれの簡略版の年表が出てくるんですけれども、産業革命って皆さんの、まあ、多分聞いたことある、キーワードかなと思うんですが、今ですね、この2019年とか20年はあの第4次産業革命期っていうふうにあの言われてまして、まあ、ということはその1から3というのがあの過去に起こってきたというふうに言われています。あの歴史で見るとですねここ産業革命書いてありますが、第1次産業革命というのはあの、機械化の時代というふうに言われているんですけれども、これはイギリスで起こった蒸気機関の発明を、元にですね、まあ、例えば船ができたり鉄道ができたり、まあ、例えばその自動食器というのが出てきてあの大量に服を作れるようになったり、例えばその灌漑施設っていうのが、まあ、その機械で動くようになって大量にその、農耕がですね進んだりってことで、まあ、人間がその一人間力っていうのでこう勝負してて、まあ、その後馬とかですね牛とか作ってやってたんですけど、それが機械化で例えば100倍とか1000倍とか1万倍の出力ができるようになったってやつですね。でここまでが機械で、次がですね第二次産業革命、これはあの電力電子の革命と言われてますが、まあ、あの第1次がですねほとんどヨーロッパで起こったのにあの比べて第2次はアメリカで、ほとんどの発明が行われています。でここにはですね、ベル、電話を発明したベルですとか、まあ、エジソンとかですね、あとは、テスラ、ニコラテスラ、交流のニコラテスラとかですね、あとは、半導体発明したショックレーとか、まあ、その他もろもろあるんですけれども、電磁気学の基礎は実はあのヨーロッパなんですが、応用についてはほとんどアメリカで第二次大戦と第一次大戦の間で起こっています。で第3次がですね、コンピューターの時代ということで、ここにあのアップルですとかマイクロソフトとか、まあ、コンピューターがもともと業務用で使われていたものが一般化をして家庭に入ったあたりから、革命が起こったっていうふうに言われてますけれども、そんなことが起こっています。でその後ですね、多分皆さんの生活にも結構影響が大きかっただろうと思われるのがインターネットの普及して、
実はインターネットの普及っていうのは産業革命にカウントなぜかされてなくてですね、コンピューターの革命の中に、含まれる形になってます。まあ、いずれにしてもそのコンピューターが、その後スマートフォンの普及でこう人々の手元にですねこう爆発的にこう普及をしたことから、いろんなことが起こったと。で多分今ですね、多分今日お集まりの方はこの第3次のところでいろんな仕事されている方が多いんじゃないかなと思うんですが、そういう時代です。で第4次はですね、さらに時代が進んでということで、ここ の第1次から第3次までっていうのは右側にそれの産業の構成要素が書いてあるんですが、ハードウェアとエレクトロニクスとソフトウェアとネットワークとサービスっていうこの5要素が順にその登場してくる中でプレイヤーがどんどん変わってきてるんですね。で第4次はですね、この、全部登場してきたものを、一体で全部できる、ことに加えて、あとデータと AI っていうのが出てきて、います。でここがですね、流れになってますね。で日本はどうなのっていう話ですが、これは戦後の産業の、戦後復興ですね、と高度成長期ってところで出てきたのがソニーだとか、キャノンとかパナソニックとかトヨタとか、日本の代表企業というのは第二世代にいまして、ここはハードウェアとエレクトロニクスの複合分野ですね。ここで今でも日本の企業というのはかなりこう強い力を持ってるんですが、世界 の, そのイノベーション の, そのフロンティアというのは大体その5世代目と6世代目で今進んでいると。なので日本企業も、ここからそのどうやったらボールを飛んでいけるかということに、チャレンジしている会社が多いという感じになっています。でこの中でですね、本の大きなテーマになってくる B と T と C なんですが、これはですね、ビジネスとテクノロジーと、クリエイティビティというこの三角形です。で特にですね、新しいものを作ろうとした時には、これはスタートアップも全部そうなんですけれども、ビジネスやる人とテクノロジーやる人と、UX とかデザインやる人が、完全にですね、分業している状態だとあまりこういいものができないですね、ワークするものができないと。なんでかというと、そのビジネスにおけるこう正義とテクノロジーにおける正義とデザインにおける正義って常にこうすれ違うわけですよね。でただ僕らが使っているもの、当たり前にこう日々使っているようなものっていうのは、大体この3方向から見た時にスイートスポットにちゃんとこうピタッとはまっているものしか多分ほとんど残ってないんじゃないかなと思ってます。でそうした時にですね、その新しいものっていうのはその前例がないから新しいわけであって、この新しいその前例のないものを考えるときに、僕はビジネスしか知りませんとかですね、僕はエンジニアルしかわからないんでって言っていたり、これは無関心ですね。もしくはその、自分が考えている例えばテクノロジーの整備とビジネス系の人が考えているビジネスの例えばマーケティングの整備とかって衝突したときに、お互いがイエスと言える環境を探る努力を諦めて、自分たちのことをちょっとこう妥協していくっていうようなことが、あまりにこう起こってくると、いいものというのはできなくなっちゃうんですね。でマーケットっていうのは結構正直で、良くないものっていうのは流行りようがないっていうことがあって、なので、サービスとかプロダクトのこのブループリントを作っていくような人たちっていうのは、見てるとですね、この B と T と C の間をこうぴょんぴょんこう移りながら、どこから見てもこれ成立してるなっていうことを執念深く探すような人たちがすごく多いです。で僕がよく知っている人たちだと、例えばメルカリを作った山田慎太郎とかですね、あとはスマートニュースを作った鈴木健とか、昔からよく知ってるんですけど、かなりこの BTC 的な要素が強い人たちだったりしています。でこの B と T と C を、そういうこうたまに出てくるこう天才的な人じゃないパターンで、どうやったら再現性を高くやっていけるのかなっていうのが今回の本の趣旨でもあるんですが、一つですね、B 型と T 型っていうのは、こう仲良く仕事できることが多いんですけれども、デザインっていうのは結構難しいですね。結構こう合理主義じゃなかったりしますし、会話が結構感覚的だったりするんで、なかなかこうデザインをうまく扱うというのは難しいんですけれども、その中でこの B と T と C を結合するために、3つのデザイン職種がありますよっていうことをこの BTC では言ってます。これは簡単な話でですね、構成要素がビジネスとテクノロジーとあるので、それに対してこうクリエイティビティをくっつけていくときには、C の単体と B と C のブリッジと T と C のブリッジと、この3つが組み合わせの問題として出てくるってことですね。で、
テクノロジーとデザインの間は、ですね、デザインエンジニアリングって言われてまして、僕自身が、長く仕事してきているのがこの領域になります。で、 B と C のつなぎがビジネスデザインと言われるもので、これはですね、世界的にもすごくニーズの高い職種なんですが、日本だと非常に希少種ですね。まあ、天才的なマーケッターとかはですね、比較的このビジネスデザイナーっぽい人が多いんですけれども、まあ、戦略と体験を同時に考えられるような人ですね、そういったタイプの人がこのビジネスデザイン、なんと言われる人たちです。で、C 単体のものをですね、クラシカルデザインというふうに呼んでまして、ここは昔からある例えば、カーデザインとかプロダクトデザインとかグラフィックデザインとか、その単体で扱うような人たちのことをクラシカルデザイナーというふうに呼んでます。で、この3職種の人たちをうまくこう結合させると、BTC ものづくりがある程度うまくできるようになるよというようなイメージ、になってます。で、実はですね、つい少し前の時代まではですね、特にインターネットサービスなんかでいうとビジネスデザインとデザインエンジニアリングは非常にこう重宝されてたんですが、クラシカルデザインってあんまり登場することがなかったんですね。多分インターネットサービスやってる人たちでハードウェアのプロダクトデザイナーとか、例えばそのガチでやってるグラフィックデザイナーを、社内で持ってる会社とかとほとんどないはずなんですが、ここでわざわざクラシカルデザインって言ってるのはこの4時に時代が入ったからっていうことが結構大きくなってます。で、第4次産業革命って何っていうとですね、第5次まではほとんどがですね、まあ、よく物からことへみたいな話が言われてましたけれども、ことのデザインの方がパワーがあった時代が、ありました。で、それよりも前は物の時代ですね。よくサービスドミナントうんちゃらとかそういう話もあるんですけれども、第6次になるとですね、これ第4次産業革命一番シンプルに言うとフィジカルとデジタルが結合するっていう世界観ですね。だから物理層とデジタル層の間がもう混然一体となっているような状況が第4次産業革命の世界観で、例えばその自動運転とかもそうですね。サービスとしては例えばスマホから呼ぶと自動運転車が自分の目の前にやってくるって時には、その物理上の出来事とデジタル上のエクスペリエンスっていうのはもう差がないわけですね。だけどもユーザーから見ると、まあ、当たり前のように感じられるんだけれども、物理のものが動いてくるっていうふうになるとですね、例えば車の形が気になるわけで、その中によると居住性も気になるわけで、そういったタイプの、ものっていうのは、まあ、物理が出てくると、まあ、本当に腕のいいいわゆるデザイナーですねっていう人たちの協力が欠かせなくなってきます。例えばGoogle がですね、まあ、ピクセルとか、まあ、あとは、Google ホームとかを出してきてますけれども、5年ほど前にですね、アイビーロスさんっていうクリエイティブディレクターを、まあ、Google はもともと Google グラスを開発するデザイナーとして、ですね、その方は Google にジョインしたんですけれども、もともとこの方は、ですね、ファッション系のジュエリーデザイナーだったんですが、実はそのもともと出自がジュエリーデザイナーの方が今 Google のクリエイティブディレクターなんですね。一番クリエイティブのヘッドです。で、この人が Google ホーム の布をファブリックを貼ったああいうデザインとかを全部決めてまして、ここに Google のなかなか時代の読みが鋭いなと思うんですが、いわゆるデジタルサービスだけだと家庭環境に入っていけなくてですね、例えばファブリックであるとかカラーであるとかそういうところのコーディネーションというのはきっちりできてないと家庭の中に入り込んでいけないということに Google はプロダクトを扱うようになって気づいたんですね。で、それで今マウンテンビューの Google の本社に行くと、そのアイビーのチームのビルが1個ありまして、ここはもうむちゃくちゃデザイン的にも洗練された場所になってます。彼らはもういわゆる正真正銘のクラシカルデザイナーたちですね。こういう人たちが結合することによってものができていく世界観というのが心の中で言っていることになります。で、まあ、どんな会社がですね、まあ、ものを作ってるのっていうところで、まあ、Google も本の中で紹介させていただいてるんですが、一つ僕らが、まあ、常にベンチマークしている会社がこのペロトンっていう会社でして、これは北米を拠点とするスタートアップなんですが、これ詳しい方はよくご存知だと思うんですが、今年上場する予定でビジネスをやってるところです。で、これどんな会社かというと、まあ、写真で、ね、ご覧になっていただいてはお分かりだと思うんですが、家庭用の、エアロバイクを作っている会社になります。で、エアロバイクはですね、一般的にはAmazonとかで検索すると大体売価が3万円とか2万円とかっていう、もう本当に
限界利益ギリギリでレッドオーシャンなあの市場なんですけれども、あのそこに6年ほど前ですね、忽然と登場してきたスタートアップです。で、特徴は何かというとですね、まあ、あのハードウェアがかなりこう洗練された、あのかっこいいデザインが、なされているっていうことが一つ特徴なんですけど、もう一つはですね、あの自転車のハンドルの前側に大型のタブレットが乗ってまして、このタブレットの上でオンラインジムの、レッスンを、受けることができます。で、これですね、僕よくあの企業の経営者の方にこうクイズ出すんですけれども、まあ、平均売価が3万円ぐらいのもので、まあ、北米を中心にあの高いデザイン性をこう競争力にしながら、まあ、やってる会社ですと、とはいえエアロバイク、この企業のですね、売上と時価総額って今どれぐらいでしょうかっていうことを質問するんですけど、今日はですね、あのたくさんいらっしゃるので、クイズは挙手みたいなしないでおこうと思うんですが、これ当てる方ほとんどいないんですけど、売上がですね、今年で、970億円日本円で、まあ、1000億ぐらいですね。これ多分新規事業をあの企業でやられてる方は1000億って聞いて、まあ、途方もない規模だなっていうふうに思われると思います。で、時価総額はですね、シリーズ C であの上場前の調達時点で、大体5000億円ぐらいの時価総額がありまして、上場時は1兆円近くまでいくんじゃないかと言われている企業ですね。で、なんでそんなにこう価値が高いかというと、この会社はですね、あのビジネスモデルは SaaS プラスアボックスと言われるあのちょっと特別なモデルを持ってまして、まずあのこの、バイクをですね、買う人はあのこのペロポンのサイトからしか買えないんですけれども、まあ、平均で 3,4 万 の, あの金額の、まあ、平均的なその価格帯の中で、このバイクは20万円ぐらいで売られています。むちゃくちゃ高いですね。で、なので、まあ、ターゲットユーザーがかなりこうあの所得の高い人たちなんですけども、でプラスあのあそこのオンラインジムですね、これが月額、大体50ドルぐらい の,、まあ、契約額ですね。なのでこれ買った人はですね、買うときに20万円払って、毎月毎月5000円払うので1年間で6万円払います。なので20万円プラス年間あたり6万円っていうのがこう乗っかっていくようなモデルになってまして、まあ、SaaS っていうのはあのサブスクリプションですけども、プラスはボックスっていうのはそのハードウェアをきちんと売ってそこで回収するってモデルですね。で、これは面白いのがですね、この SaaS でそのこう自転車こいでいると、まあ、いろんなそのデータがこれに溜まっていくので、次のモデルを買い替えるときはあの、まあ、もちろんですけどペロトン2を買うわけですね、まあ、そうすると、2回目のハードウェアをこう買ってもらうときの、まあ、あの CPA コストパーアクイジションがですね、むちゃくちゃ下がるんですね。なので、ビジネスとしてはもう本当にサステナビリティの高い、モデル、こう一般的なあのハードウェアの売り切りモデルから比べるとすごくこう頑強なモデルになってます。で、驚くべきはですね、あのこのサービスのチャーンレートですね、あとあの離脱率が、大体 0.5% ぐらいしかないんですね。これ多分 SaaS をやってらっしゃる方からするともう驚くべき数字だと思うんですが、なのでほとんど離脱がなくてユーザーがどんどんストックしていくようなモデルになっています。で、このペロトンがですね、採用しているのは、まあ、優れた UX のデザイン、 UI UX ですね、まあ、プラスあのハードウェアもすごくいいし、こういうあのウェアとかもいいですし、これあの公式の写真ですけど、例えばこういうフォトグラフィーであったり、まあ、これあのアメリカに行くとですね、30店舗ぐらいあのこれを体験できるあの直営の店舗があるんですが、そこのインテリアデザインであったり接客であったり、あの全部が一つのデザイン哲学で貫かれています。なので、まあ、UX をですね、第4次産業革命時代でやったもうあの教科書的な成功例になっていて素晴らしい会社ですね、まあ、あのうまくやるとこういうことができると。日本もですね、あの本の中にも書いてあるんですが、例えばあのソニーのプレイステーションのプレイステーションプラスとかあたりはハードウェアを売っといて、それであのサブスクリプションで取っていくっていう話なので、これも SaaS プラスボックスなんですが、あのそういう会社が日本でもどんどん増えていくといいなと思って事例で紹介をさせていただいてます。で、本のですね、冒頭に少し書いたんですが、あのこういう話を、経済産業省と特許庁の方々と一緒に、まあ、もう少しあの企業の経営者の方々、特にですね、今日お集まりの方々はスタートアップの方も多いと思うんですが、あのオーセンティックなあのジャパニーズカンパニーですね、まあ、あの日本企業の方々にも経営者の人たちにちょっと、こういうことが起こっているってことを知っていただきたいなということで、あの経産省の方からペーパーを去年出しました。で、デザイン経営というふうに呼んでるんですが、あのこういう宣言を出していくつかですね、提言をしています。
でこれはあのデザイン経営 の, あの PDF、 これはあの検索するとあの経産省のページからダウンロードできますので、見ていただけるといいかなと思うんですが、この中で、はですね、あのデザインを2種類に、分けて考えようということを提案しています。で一つがですね、今日のテーマの大きなところで言えば、新しいものを作る、変化を起こす、イノベーションに資するようなデザイン手法ですね。と、もう一つは忘れちゃいけないのが、そのブランドの力を上げていくためのデザインということで、この2つに一回こう分けて考えようということを言っています。で簡単に言うとですね、さっきの BTC のモデルで言うと、TC 型、テッククリエイティブのハイブリッド型、僕みたいな、とか復活君もそうだと思うんですけど、人と、あと BC 型、ビジネスとクリエイティブのハイブリッド型は、大体このブルーのですね、青側のイノベーションに資するデザインということに、従事をする人たちです。で一方であの C の単体型ですね、クラシカルデザイナーたちは、このブランド構築に資するデザインということを、やっている人たちで、その2種類があるよってことをこう理解した上で、それをどのようにこう組み合わせるかと、でこの組み合わせ方に企業のキャラクターが出てきますというふうな説明をしています。でこのブランドの力が上がるってこととイノベーションの力が上がるってことはですね、企業の経営者からするとこの2つはもう上げたくて上げたくてしょうがない2つのことですので、それにそのデザインというのが実は結構効くんだっていう話で、イコールこう競争力の向上につながるよねというふうなロジックにしています。なのでデザインというとよくわからなくなるので、ブランドパワーとイノベーションパワーの2つに整理をしたということになっています。でデザイン経営ですね、これを推進するために必要な2つ の, 最低条件ということで、2つ2点この提言の中で言ってるんですが、まず1個目がですね、経営チームの中にデザイン責任者を置こうと。でこれは執行役とか取締役の中にデザインの責任を持つ人ですねを置きましょうと。今ですね、日本 の, 企業の中で、経営チームにデザイン責任者がいる会社というのは非常に限られていまして、例えばテクノロジーの責任者とかマーケティングの責任者というのは、いるところ多いんですけれども、デザイン責任者というのは大きな企業はほとんど持ってないんですね。で、これを置いていこうと。でこれなんで経営チームにいなきゃいけないかというと、仮にこういうふうにデザインが企業重要だとすると、経営者たちがこのデザインについてこう会話をする頻度、内容の質を上げていかなきゃいけないんですね。でそうするとボードミーティング、経営会議で、ちゃんとそれをこう解説をして、今の状況はこうで、理想値はこうで、その差がどうで、だからこういうマイルストーンで埋めていこうっていうようなことをやっぱり説明をちゃんとレポートする人が必要になってくるんですね。でこれがいないとですね、経営会議の中でデザインというキーワードが出てこないですね。まさに当たり前です。なので一時期CTO がいなきゃいけないよねって言われてたのと一緒で、CXO とか CDO ですねっていうのが必要になってきているということが1個目。で2つ目がですね、事業戦略とか新規事業を構築する一番上流の方から、デザインっていうスキルを使っていきましょうっていうのが2つ目のポイントになってます。でこの1のですね、経営チームにデザイン責任者を置こうっていうことを、この宣言の中で言ったことがきっかけになって、スタートアップではですね、思ったよりも早く実はこのカルチャーっていうのが急速に広まってまして、多分今日の深津君ですね、KX の CXO に、着任されたり、あとは坪田さんという方がいらっしゃるんですが、がですね、デリーっていう会社、クラシブ、っていうサービスをやってるデリーの CXO になられたり、あとはですね、DNA ですね、DNA にデザイン責任者が執行役で着任したり、例えばヤフーがクリエイティブディレクターを置いたりとかですね、スタートアップの中ではこのデザイン責任者を置くっていうのが比較的常識化もし始めています。で大手の企業も感覚の鋭い会社たちはですね、そのスタートアップでの動きっていうのを察知して、それが どうなっているのか、万人単位、あと売上が1兆円とか、数兆円のようなスケールの会社もこういったことをやった方がいいんじゃないかという議論が今大手の企業でもようやくスタートし始めているような状況になっています。でデザインやると本当に何がいいんですかという話、これですね、政府の人たちと調査してみたんですが、これ真ん中はですね、アメリカのスタンダードプアーズ500の中で平均的なその企業、とですね、あとデザインをうまく取り込んでいるような企業との間の株価の、10年間のパフォーマンスを比較してみたものなんですが、アメリカでいうと、2.1 倍ぐらいの開きが株価で出てきたと。
で右側はこれヨーロッパの調査なんですが EU の、各国の企業ですね、マーケット平均値に対して、デザインを、積極的に取り込んでいる企業は、まあ、ほぼ倍の、株価まで10年間で成長していると。でこれは O と B なんですが全然違う企業、たちなはずなんですけれどもこの2倍っていうのはほとんど一緒になってましてこれは結構示唆深い値だなと思ってます。でこの左側はですねそのまあ、エンジニアリングに投資するとかマーケティングに投資するっていうのに比べてデザインというのはどれぐらいその、投資対効果があるんでしょうかっていうような話でこれはイギリスの調査なんですが、イギリスの場合はこれは全産業平均なんですけれども、1 の、 デザインに対する投資をやると大体営業利益ベースで4倍ぐらいの利益がリターンで返ってくるということをイギリスの政府の方が統計で発表をしています。まあ、ということはですね、まあ、これデザインをやればいいということではなくてデザインをうまく事業の中に有機的に組み込んだらということですね。だから、まあ、そもそもビジネスがうまい企業じゃないと、まあ、デザインに興味持ったりしないのかなというところもあるのでデザインをやればいいわけじゃなくてデザインもやるということではあるんですけれどもこういった、数字が出てきています。でそれでですね、まあ、今日のメインになるんですがこの CXO ですね、チーフエクスペリエンスオフィサー、これはチーフデザインオフィサーではなくて、エクスペリエンスというのがちょっとミソなんですけれども、これをですね、日本の中でやってらっしゃる方々というのはどんどん出てきてるんですが、その代表格がですね、今日ゲストでお迎えしている深津さんと、あとデリーの CXO をやられている坪田さんです。ということで、今日のですね、BTC の、まあ、本のようなことをやっていったらこうどんな人が出てきてその人が会社の中でどんな役割を果たし